皆さんこんにちは。ファッションビジネス科2年の中川です。今回は先日開催された文化の春フェスと、私たちファッションビジネス科2年生が開催したポップアップショップについてお届けします。文化の春フェスでは詳しい学校説明を聞いた後、プチ体験としてデニムパンツの着彩に挑戦、白色鉛筆を使ってデニム特有の色あせた味わいを表現するコツを学び、 T シャツに90年代ロックをテーマとしたコラージュを施すなど盛りだくさんな内容で取り組んでもらいました。サポート学生とコミュニケーションを取りながら楽しく体験することができ、出来上がりもとても素晴らしかったです。さらにアパレル造形デザイン科3年生が2年生の時に商品企画の授業で制作したオリジナルコレクションの作品をファッションショーという形で披露。3年生がショーの構成をすべて考え、先日入学したばかりの1年生もモデルを務めました。約15分間のショーには、見に来ていただいた方を楽しませたいという3年生やモデルたちの思いが込められた圧巻のショーでした。そして私たちファッションビジネス科2年生による1990年代のロックをテーマとしたオリジナルグラフィック T シャツのポップアップショップが2日間開催されました。新型コロナウイルス感染対策をしっかりと行うため、通常であれば室内で実施していたイベントを建町校舎のエントランスで行い、レイアウトも90年代ロックの雰囲気にこだわったショップにしました。たくさんの方にお買い上げいただき本当に嬉しかったです。ありがとうございました。文化の春フェスポップアップショップにお越しくださいました皆様、ありがとうございました。今後もたくさんのイベントを企画しています。オープンキャンパスはご覧の日程で開催。またファッションビジネス科2年生は10月と来年2月にもショップをオープンする予定です。どんなイベントになるのか楽しみにしていてくださいね。それでは次回の配信もお楽しみに。